はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。ということでね、先ほどの試合が結構なんていうのかな、締まらないコンボの試合だったんで、もう一度リベンジでやっていきましょう。最近鬼滅の刃の煉獄杏寿郎かっこいいじゃん、あの縁柱の煉獄杏寿郎のね、名前をちょっと借りて煉獄のシャンケルにしようかなって思ってるんですよ。俺の勝ち。はい、このね、無双乱舞一応3回してのディメンションブレイク、これがね刺さるんですよ。この子夏美からやろうかな。夏美からやろう。オッケー。なんだなんだ、オッケー。飛びパチ無双乱舞3ディメンションブレイク決まりました。みんなどう思う？煉獄のシャンケル、煉獄さんがねマジでかっこいいんですよ、鬼滅の刃の。だからちょっとね、名前を入れようかなって悩んでるところ。どうしよう、煉獄のシャンケルかっこいいよな。赤髪のシャンケルでもかっこいいけど。おっと、なんかサンダーバーベカボ持ってますね。殲滅してやろう。オッケー。レベルを食らいなさい。おっと危な危なすぎでしょ。当たるか、当たらんか。OK。 マジで、オッケー、夏美の逆襲。オッケー。いやーでもな、どうしようか。煉獄のシャンケルでもいいけど、なんか日の神シャンケルでもいいんだよな。なんか悩む。赤髪のシャンケルから改名しようか、ちょっと悩みます。煉獄杏寿郎の名をそのまま使うのはちょっとあれなんでね、やめておきますけど。マジ煉獄のシャンケルとか日の神シャンケルとか、マジでそれにしようかなってマジ思ってるんだよね。さあ、このいないいないの状態で夏美はつけよう。オッケー。いやー強いねー。さあ透明ランブ、いやー強すぎマジで。これが透明人間による透明ランブです。はい、というわけで赤髪のシャンケルの ままにしようか、日の神シャンケルにしようか、煉獄のシャンケルにしようか、ち
ちょっと悩み中なんで、コメントに書いてくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。